この動画には少し大人な話がございます。苦手な方や未成年の方はご注意ください。伝説の塗り忘れ完全解説。未来とブライトはいつニャンニャンしたと、ハサウェイの誕生日の闇。すべての始まりはこの一コマからだった。テレビ版第24話、マチルダさんがブライトさんの部屋を訪れたシーン。普段未来さんはタイツなのだ。それがここだけ生足。これにより3つの学派に分かれて大論争が繰り広げられたわ。1、ただの塗り忘れだよ派、穏健派。2、直前まで2人でニャンニャンしてて慌てて服を着たもんだからタイツだけ間に合わなくって生足なんだよ派、過激派。3、というかこの2人はずっとニャンニャンしてるよ派、長老派。どんな長老だよ。長年議論されてきたこの問題についてファースト解説も最後だし、いよいよ結論を出すわ。最後の話題がこれでいいの？ポイント1、最初の手がかり、整備デッキと医務室のシーン。ブライトとミライは第2話で出会ってからどんどんお互いを信頼していく。ただしあくまで艦長とソダスとしてその距離感を初めて破ったのが最初の手がかり。整備デッキのシーン第17話、アムロ脱走のラスト。アムロをガンダムから下ろす相談をしていて、ブライトがミライの肩に手をかける。しかし賛成してもらいたいな。ムッとした表情で交わした。この時点ですでに付き合っていたとは思えない。夜だし最近いい感じだし、あわよくばというブライトの下心が光る名シーンね。何でもエロに寄せるなよ。次のヒントは通称医務室のシーン。22話、マクベ包囲網を破れ。前半パート、前の回でリュウさんも死んじゃってブライトが過労で倒れちゃう回なのだ。パーツの場所を聞こうとしてアムロが医務室へ入ってくる。そして看病をしてるミアイさんを見て、あらアムロ、何か用？いや、失礼します。何かを感じ取ってすぐ帰ってるのだ。ブライトさんがしんどそうだから気を使って帰ったのかな。そうね、それが解釈1ね。解釈2はエロかもしれない。何でもエロにするなよ。以前視聴者さんからもこんなコメントが寄せられてたわ。整備デッキのシーンではブライトを拒絶していた未来。しかし竜の死の直後、2人は一度だけ一線を越える。それをアムロが感じ取るのがあの医務室のシーンだったと解釈しています。ここでもうやってる解釈か。過激派だね。普通に考えたら1でいい。サンマロもいるしね。ただそんな普通でつまらねえ描写、あの富野義行がするだろうか。あの人変態の天才よ。それは褒めてるの？だからにも捨てがたい。そもそも看病にしちゃう2人の距離が近すぎる。そして直前ではセイラもこう言ってブリッジを離れた未来のことぼやいてる。セイラ、こんな時いないと困るのよね。サンマロに任せておけばいいのに。未来さんは妙にブライトに熱心になってるって描写なのか。そうね。ただしこの時点でニャンニャンしてたという解釈はかなりの過激派ないし長老派。私は恋の始まり説に留めておく。ブライトが過労で倒れ、未来は熱心に看病する。それが恋だと本人はまだ気づいていない。しかしアムロは何かを感じ取り気まずそうに立ち去る。ポイント2、過労で倒れたブライトと艦長式の ABC。 そして倒れたブライトの代わりに未来が指揮を取るが、何もかもうまくいかない。これまで未来は名判断を連発してきたけど、リーダーってタイプじゃなかった。そんでプレッシャーで潰れてしまうのよね。第22話の解説で詳しくやってるから見てね。そして第23話、ブライトは艦長式の ABC を書いて私未来を励ます。見てみましょう。君ならできるよブライト。やってくれるね。ここで2人の絆がぐっと強くなったんだよね。未来さんも自信をつけて見事にホワイトベースを指揮するのだ。そうね。そしてこのシーンを見たことでこれまでのいくつかの説を否定できるわ。どれのこと？これブライトの部屋に2人っきりでしょう。それでこの距離感、空気、明らかにまだ肌を重ねていない男女のそれよ。すでに付き合ってたりワンナイトでも関係があるようには見えないわ。ワンナイトくらいならないわ。2人の性格を考えて指揮官としてはバンバン命令出せるのに、恋愛では奥手で弱気なブライト、恋愛になると急に感情的になる未来、どちらの性格を考えてもありえない。謎の確信。肉体関係はまだないけどもう付き合ってるって想定も難しい。そしたらもう少しプライベートな言葉や激励が出そうなもんよ。ただぐっと距離感は近づいた感じがするのだ。そうなのよ、エロまであと一歩なの。そしていよいよ第24話、冒頭で紹介した伝説の塗り忘れシーンに突入する。ポイント3、問題の生シーン。これはニャンニャンの結果であり得るのか。まずは先入観を捨ててとにかく一度見てみましょう。ブライトさん、マチルダ中尉をお連れしました。ご苦労様。あ、そのままで。すいません中尉。思ったより元気そうね。終わり。終わり？こんな一瞬なんだこのシーン。そうなのよ、特に何もヒントになりそうなセリフもない。まあ普通に考えたらただの塗り忘れなのだ。あとはフラウボーの色指定と間違えたか、
フラウダケタイツじゃなくて生足なんだよね。エロかもしれない。エロじゃねえよ。いや、エロであってほしいじゃない。ニャンニャンの後だって解釈した方が面白いじゃない。無理があるのだ。もしこれがニャンニャンの後で慌てて服を着たシーンだったとして、二人とも堂々としすぎてる。普通冷や汗くらい描くのだ。それはそうだけど、でも戦闘中ならともかく恋愛描写で冷や汗なんてベタな演出、富野はしないわ。それは確かにそうかもしれない。あとブライトはテンパりそうだけど、未来はずぶといからタイツ履く時間なくても大丈夫、堂々としてればバレないわなんて言って平気な顔してる。それくらいのことはやる女よ。どういうイメージ。でも生足以外何も証拠ないじゃん。普通も少し服もベッドも乱れてない。あとは床や机に使用済みのティッシュとかコンドームの袋があったり。そこはスタッフに止められたのよ。監督、土曜の夕方です、諦めてください。生足は飲みましょう、でもティッシュはダメです。机にノートも広げてるじゃん。二人でちゃんと館長式のお勉強してたとこじゃない。それこそエロの演出よ。本当は別のお勉強してたのに慌ててノート広げてさ、家で館長式について少々とかすっとぼけた。それくらいのことは AV 見てるのバレそうになった中学生でもやるわ。そもそもこれ子供向けの夕方6時半にやってたアニメだよ。晩御飯の前に見るやつなのだ。そんなシーンにするわけないのだ。相手は富野よ。6時半だの晩御飯だの気にするわけない。むしろ晩御飯の前、エロいなくらいのこと考えてもおかしくない。意味がわからない。ちなみにこの回は最初からずっと恋愛描写が続くの。マチルダさんが気になるアムロ、それに嫉妬するフラウ、マチルダさんが恋人ならなぁとぼやく回、戦場での恋愛模様が続く。その後に来るのがこの生足なのよ。エロであってほしいじゃない。無理があると分かってはいても。いつまで言ってるのだ。代わりに僕が進行しよう。ここまでの説を整理するとこうなるのだ。中間まとめ。整備デッキではまたただの同僚だった二人。ブライトが倒れて急接近する。医務室のシーンでアムロが関係の変化に感づくが、まだ肉体関係はない。生足シーンはただの塗り忘れだろう。ニャンニャンの結果とするにはやや論拠が薄い。まあそうよね。生足ニャンニャン説はやや決め手に欠ける。認めるわ。生足ニャンニャン説。ちなみに劇場版だとこの辺のエピソードはバッサリカットされてる。その代わりミハルがブライトさんの部屋で婚約指輪らしきものの箱を見つけるシーンが追加されてるわ。医務室とか家老とか距離を詰めてくシーンが一切なくて、一足飛びで指輪が出てくるからブライトがよりやべえやつに見えるのだ。もう一つ、ネットでよく言われている噂についても検証しておいたわ。ポイント4、ハサウェイの誕生日から2人がニャンニャンした日にちを逆算する。本当にバカみたいなチャプタータイトルなのだ。ハサウェイってのはブライトとミアイの最初の子供。この生足シーンの時のニャンニャンでハサウェイが仕込まれたって説がネット上に存在するの。日本は平和なのだ。この説の検証は簡単で、ハサウェイの誕生日から着床の日を逆算すればいい。ところが意外にもハサウェイの誕生日は設定されてないの。先行のハサウェイが映画化までされたのに誕生日ビジネスをやらないなんてバンダイらしくないのだ。これきっと未来ニャンニャン問題に影響があるからなのよ。そうなの？ここから先行のハサウェイに関する盛大なネタバレがあるから気をつけてね。はい。すごいネタバレでみんな驚くと思うんだけど、実はハサウェイは設定されて死ぬんだよね最後。死ぬの。ちなみに命日は UC0105 年の5月5日。ただしウィキペディアや複数の個人サイトに書いてあるだけで、小説先行のハサウェイには処刑の日の記述はなく、出典不明。唯一これ小説ガイアギアの巻末資料かなんかだと思うんだけど、ここではマフティーの処刑は5月1日とされている。ガイアギアは1991年に完結してるからかなり古い資料だよね。ウプ主も読んだけど持ってないのだ。そんでさ、ハサウェイの命日を5月1日と仮定すると非常にまずいことになるの。どうなるの？ハサウェイは25歳、 UC0105 年の5月1日に25歳だったってことは、遅くとも UC0080 年の5月1日には生まれてないといけないでしょう。それでもかなり不自然ではあるけど、誕生日が処刑の日だったらさすがに小説の中の会話でも触れられてそうなのだ。でもまあ仮にこの日が誕生日だったとしましょう。理論上最も遅い誕生日ね。そこからこちらのサイトを使って着床日を逆算したわ。するとなんと、ハサウェイの着床はどんなに遅くても UC0079 年の8月10日頃、一方未来がホワイトベースに乗り込むのは同年9月18日。つまり未来はホワイトベースに乗り込む前にもう妊娠していたことになるの。なんてことだ。じゃあブライトさんの子じゃないってこと？そうなるわね。ブライトはホワイトベースに乗って9月18日に初めてサイドセブンを訪れている。ブライトの精子が宇宙空間を泳いでサイドセブンまで飛んでったのでもない限り、ハサウェイはブライトの子じゃなくなってしまうわ。じゃあ命日が間違ってるのか？でもね、命日以外にも問題があるの。ゼータガンダムや逆襲のシャアの設定もおかしなことになる。ゼータガンダムでは0087年5月に7歳、
役者では0093年3月に13歳とされてるけど、どちらをとってもブライトと会う前に着床した子ってことになっちゃうのよ。つまりはどういうことなのだ。つまりはこういうことよ。ハサウェイの年齢や誕生日は単なる設定ミス。嘘だろ。漫画や小説書いたことある人ならわかると思うけど、年齢って間違いがちなの。7年経ってるから7歳ねとか設定すると、実は誕生日が来てなかったから6歳でしたとか、すぐにずれる。その割に間に合い外はほとんど気にしない数字だから、真剣に設定するのもだるい。ハサウェイなんてまさか後ほど主人公になってガンダムに乗るとは誰も思ってなかっただろうし、適当だったのよ。ただのミスってことにでもしないと、ブライトがパパじゃなくなっちゃうもんね。他にも根拠はあるわ。それは未来の妊娠期間。ポイントも未来の妊娠期間を考える。そもそもあの過酷なホワイトベースに安定期前の妊婦が乗ってたらどうなる。隠し通すのはほぼ不可能よ。でも昭和は何かと乱暴だったから、妊婦さんでも畑に出たり満員電車乗ったりしてたって聞いたことあるのだ。とはいえよ、とはいえ連邦軍の心臓戦艦でメインのソーダ氏やらせるわけにいかないし、どうあがいてもジャブローで身体検査したとこで降ろされてるはず。あれ？でもジャブローの身体検査はニュータイプ能力を調べるものだったんじゃないの？普通の検査もしてると断言できるわ。なんで？キッカが虫歯をチェックされてる。あったな、こんなの。それに軍隊で身体検査はマストよ。誰かが病気や疾病で倒れたら大ピンチだし、普通の検査がないわけない。そして女性の検査で妊娠の可能性をスルーするのはありえない。そもそも8月に着床してたら、ジャブローに到達する頃には妊娠3ヶ月。素人はともかくお医者に隠せるわけないわ。じゃあ生シーンがニャンニャンで、そこでハサウェイが着床した場合は？オーケー、その可能性についても考えてみましょう。時系列はこうなってるわ。ウィキペディアの年表より、9月18日ホワイトベースに乗り込む、11月6日生シーン、11月30日ジャブロー身体検査。ポイント4までの考察で最も早いニャンニャンは生足シーンと推定したわ。ジャブロー身体検査はその24日後、約3週間半後ね。妊娠検査の結果がはっきりわかるのが月経予定日の1週間後と言われているわ。よってジャブローの検査結果をもってしても、生足シーンのニャンニャンで着床した可能性は厳密には否定できない。生足ニャンニャン着床の可能性が出てきたのだ。いいえ、やっぱり難しい。どうして？生足ニャンニャン着床と仮定した場合、ソロモンからアバオア空戦のあたりがつわりの出始める妊娠初期、立ち仕事なんてまず無理だし、白兵戦にまで投入してるのはありえないでしょう。昭和のやべえ職場ならギリありえた気もするけど、さすがにブライトが止めそうなのだ。そもそも未来がブライトとの間にできたかもと思いながら、スレッガーから指輪もらって例のキスシーンやってるとしたら、ありえなくはないけど、レベル高すぎて私にはちょっと解釈不可能だわ。となるとハサウェイを授かったニャンニャンはやっぱりもっと後の可能性が高いのだ。いつ頃だろう？私は12月25日から29日頃を押すわ。どうして？12月24日がソロモン戦で、スレッガーさんが亡くなった日、翌日ブライトはブリッジへ出てきた未来に、俺でよかったら聞き役ぐらいはさせてくれと言っている。聞き役してるうちにいい感じになってあるあるなのだ。30日にはソーラレイが照射され、アバオア空戦が始まる。この後に子作りするのは相当難しいと思うのよ。ホワイトベースのみんなが戦後すぐ自由の身になったとも思えないしね。戦後のバタバタの中、2人がデートを重ねながら愛を深めるなんて余裕もない。0080年中に結婚、そして出産までこぎつけるためには、0079年の年末までに妊娠してでき婚ってルートが正しいと思うわ。2月までに妊娠しないとハサウェイの誕生日が0081年にずれ込んじゃうのだ。ポイント6、結局あれは塗り忘れなのかニャンニャンなのか。やっぱり生足をニャンニャンの証と取るのは難しいのよね。この後スレッガーとの関係があるから。ふむ、奥手で不器用なブライト、一度は未来の心もスレッガーに奪われてしまう。でも優しく待ち続け、最後は未来もブライトに振り向くって話じゃない。すでにブライトと未来に肉体関係があって、でもスレッガーが現れて心変わりしたって展開だと仮定すると、相当なドロドロになるのだ。いいね、やってみましょう。ワクワクするなよ。病床のブライトと未来、官庁式の ABC を話しているうち、どちらからともなく一線を越えてしまう。マチルダの連絡を受けて慌てて服をまとうが、タイツまでは間に合わなかった。ドキドキ。しかし二人の交わりはその一度だけ。あの一回はどういう意味だったんだろう。思い悩むブライトの前にカムランとスレッガーが現れる。ブライトは悩むの。一度関係があっただけで恋人すらはできない。フィアンセがいたのなら選ぶのは僕じゃなく、きっと未来の方。そう考えてうじうじしている間に、未来の心は強引で男らしいスレッガーに奪われ、何も言えないブライトは、いいぞいいぞってなわけないわ。え、ありえないのよ。なんで？このシーンを忘れちゃいけない。第31話
サンジバル追撃だ。これって二人がいい感じになってきてたのに、急にフィアンセの話が出てきてブライトが機嫌悪くしちゃうってシーンでしょ。この前にすでに肉体関係があったなんて、まさか。ん？どうしたの？なんで黙ってるの？そういや忘れてたわ。ここ、変なセリフあんのよ。この後なんだけど。フィアンセって言ったって親同士の話よ。どこにいるんです？戦争を避けるためにサイド6に逃げたとか、来るべきものが来たって感じね。ああ。お分かりいただけただろうか。わからん。もう一回見てみましょう。フィアンセって言ったって親同士の話よ。どこにいるんです？戦争を避けるためにサイド6に逃げたとか、来るべきものが来たって感じね。ああ。来るべきものが来たって感じね。ああ。来るべきものが来たって感じね。ああ。来るべきものが来た。このセリフの意味、私ずっとよくわかんなくて保留してたのよ。いよいよ白熱化してきた戦争の話、ホワイトベースの新たな任務の話、そう考えたこともあったけど、おかしいのよ、ここ。フィアンセ話から全く間を空けずに喋ってるの。間にため息をついたり、ひとまとったりしていれば別の話題になるんだけど、ちょっと見てみましょう。戦争を避けるためにサイド6に逃げたとか、来るべきものが来たって感じね。ああ。続けて喋ってる。でしょう？ということはこれ、戦争の話でも任務の話でもない。フィアンセの話の続きってこと？じゃあどういう意味になるの？ちょっと衝撃的だけど、これ、こう考えると全部すっと意味が通るの。来るべきものが来た。それは二人が先送りにしていたものが来てしまったということ。未来からすると、こんな意味よ。私たち、体の関係から始まって、ずっと、曖昧な関係を続けてきたけど、どうする？これから、決めなきゃいけないタイミングが、とうとう来たわね。来るべきものが来たって感じね。で、ブライトに振ってるセリフよね。つまり、私たちに、来るべきものが来たって意味。要は私たち今の曖昧な関係をやめて結論を出さなきゃいけないって意味。衝撃的なのだ。そしてそれを聞いたブライト、重々しく、しかし言葉少なに一言、あ、そしてチラと未来に目線を送る。通るじゃん。しかもこれ劇場版で追加された指輪とも整合性が取れるわ。体の関係だけはあったけど曖昧なままだった二人、そこをきちんとさせるためにブライトは指輪を買っていた。通るじゃん。かっこいいじゃん。ブライト、嫌でも体の関係からずるずるとってのはメタンの妄想じゃない？体の関係がなくてもこのセリフは成立しそう。しないわ。二人が急接近してからこの日まで24日、付き合ってるけど体の関係はない。なんて大人が言うセリフじゃないわ。むしろ逆で、体の関係はちゃんとある。でも体が先でちゃんと付き合ってなかった。そういう状態だから、どうする？私たち？になったのよ。個人の感想です。しかもこの後のカット展開がすごいのよ。来るべきものが来たと言って二人が関係をはっきりさせようとした。その次のカットで画面に映るのはなんと、おお、スレッガーさんすごい。次のカットですかさず恋がたき登場。めっちゃドラマチック。ちなみにこの回のコンテは当然のように吉谷実こと富野義行。やっぱ富野のコンテはすげえや。そしてさらにこの直後、マニアの間では有名なわけわかんないカットがあるのよ。それはなんとブライトさんが未来さんの父を揉んでるシーン。頭でも打ったの？見てみましょう。揉んでる。何やってんだブライト。これスタッフのお遊びと言われてきたわ。実際そうでしょう。でもなぜここでそんなお遊びを入れたのか今までわからなかったけど、ブライトと未来の大人な関係を考えるとわかるわ。なぜここでブライトが未来の父を揉んだのか、その理由はこれはさすがに18禁だと思うので割愛します。聞きたかったぞ。なおこれは父もみではなく急ブレーキで未来を支えたという説もあるわ。私も否定はしません。しかし私は父もみだと信じています。信念。この場面マニアの間ではスタッフのお遊びとして有名だったの。でもただのギャグや悪ふざけではなかった。この父もみはアダルトでドラマチックな二人の関係を表していたの。すべてメタンの気のせいでは。気のせいなものか。確信犯よ。確信犯。なぜならこれ全部劇場版でも残ってんの。セリフもカット割りも父もみも。カットできたのにしなかった。ということは富野は本気だったのだ。あ、ガンダムってすげえ。まとめましょう。ポイント7、二人の恋の奇跡。宇宙世紀00079、11月、体の関係から始まった二人。気真面目なブライトはきっちりしないとなと思い、ベルファストでの半減休息の際プロポーズの指輪を買っていた。しかし出航後にスパイ騒動などもあり、
言い出せず、そしてジャブローで未来にフィアンセがいたことが発覚。未来は二人の関係をきちんとするためにつぶやく。来るべきものが来たって感じね。ブライトも動じず、低い声で、あ、と返す。そして基地内で堂々と未来のおっぱいを揉む。しかしその次のカットで出会うスレッガーに、やがて未来の心は奪われる。ブライトは、君のことを見守るくらいのことはできる、と送り出す。スレッガーの死後も、聞き役くらいはさせてくれ、と未来を受け入れる。そんなブライトの愛を未来は受け入れ、12月末、二人は再度結ばれる。ブライトは未来に指輪を送り、終戦が訪れる。1月末、妊娠が発覚し、二人は結婚を発表。9月、ハサウェイが生まれる。韓国のドラマみたい。これ売れるわよ。何よこれ、こんな金脈が眠ってたのに、なんで誰も掘らなかったのよ。未来、悪い女ね。めちゃくちゃ面白いじゃない。ブライトも未来と肉体関係ありつつ、しかしスレッガーへと傾いていく彼女を許してた。ってのは熱いわ。不器用すぎるぞ。ブライト、でもかっこいい。なんだかすごい回になってしまったのだ。ゼータでも逆シャアでも、未来の愛ってすごく深いのよ。それは二人で本当に大きな困難を乗り越えてきたからだったのね。心変わりを許して待ち続けたブライトが本当にかっこいいわ。幸せになってほしいのだ。本当に。まとめ。とまあ妄想全開でお届けしたわ。いや、来るべきものが来た。見落としてたわ。緊急ライブ配信を開いて視聴者さんに相談したんだよね。ご意見くれた皆様ありがとうございました。私としてはそうだったらいいなという願望も込めて、今後は生足にゃんにゃん説を視聴していくわ。僕ガンタンクのプラも作る。次回金曜日の更新ではメンバーシップ限定動画を公開予定。特別版の話の続きと小ネタをいくつか。そして同じく6月28日金曜日には22日からライブ配信予定。内容はガンダムクイズ頂上決戦とゼータガンダム第1話同時視聴会を開催するわ。第1話は YouTube で公開されてるからぜひ一緒に見ましょう。それではまた。いつもご視聴ありがとう。チャンネル登録高評価などしてくれると圧倒的じゃないか。我が軍はこんな感じでやっていくよ。予定は未定、変わるかも。どこかで国会図書館に行きたいのだ。28日金曜日のライブ配信でのクイズ大会、視聴者さん提供のクイズもやる予定なので考えて参加してくれると嬉しいのだ。ではまた。登録者数が6000人を超えたのだ。皆さん応援本当にありがとう。1万人目指してこれからも頑張って。